親指と人差し指を使ってスナッフを嗅ぐ男の姿を描いた歴史的な絵画無縁タバコは煙を吸わない形でその成分を摂取するタバコの種別。歯茎と頬、または唇で挟み噛む、嗅ぐなどして楽しむ。無縁タバコの種類として紙タバコ、鍵タバコ、スヌース、妖怪性タバコなどの様々なものが製造されている。通常、 三千種類以上の成分が含まれている。すべての無塩タバコにはニコチンが含まれており、中毒性も高い。無塩タバコを止めることは、一般的なタバコの禁煙と同様に困難である。無塩タバコの服用に伴う長期的な健康被害リスクは、燃焼を用いる一般的なタバコよりも、はるかに低いが、同じ無塩タバコであっても種類によって、そのリスクには、高がある。 無煙タバコの安全リスクは、電子タバコと同程度だと推定されている。健康被害リスクのない無煙タバコは存在しない。死臭病や高が癌、食道癌、水臓癌などの多くの悪影響や、死産、早産、低体重児出産などの生殖への悪影響との相関関係がある。無煙タバコには発癌性の化学物質が含まれており、約28の化学成分は、 本質的に発言性があり、その中でニトロソアミンが最も顕著である。無塩タバコは世界的に見ても大きな死亡要因を占めており、特に東南アジアで顕著に見られる。無塩タバコは世界中で消費されている。それによってニコチン中毒になると多くの人、特に若者は通常のタバコの使用に移行していく。あるアンケートでは 過去1ヶ月間に無煙タバコを使用したかとの問いに女性よりも男性が多く使用を認めた。世界では3億人以上が無煙タバコを使用している。インド、パキスタン、その他のアジア諸国、北、アメリカなど多くの地域で無煙タバコを利用してきた長い歴史がある。無煙タバコの利用を通してニコチン中毒になると多くの人々、特に若者は 通常のタバコへの使用へと拡大していく。よって、無煙タバコを使用する若者は、ニコチン中毒になり、やがて通常のタバコの喫煙者になる可能性が高くなる。2002年から2014年にかけて、アメリカの薬物乱用及び、生死に衛生サービス局が行った無煙タバコに、関する調査では、過去1ヶ月間の使用率では、女性より、男性の方が高かった。 また、12歳以上の人々の3.3%が、過去1ヶ月の間に、無煙タバコを使用していた。この過去1ヶ月間の使用率は、2002年から2014年の間は、比較的安定しており、特に26歳以上の成人ではほぼ一貫していた。一方で18歳から25歳の若年成人と12歳から17歳の未成年者層での推移では、 変異が見られた。未成年者層の使用量は2000年代半ばには多かったが、2014年の推定値は2000年代初頭の、それよりもはるかに低いレベルに近かった。また、過去1年間で初めて無煙タバコを使用したかの調査においては、12歳以上で100万人と推定されるが、これは全く使用したことがない人の0.5%に相当する。 2016年にアメリカの未成年者を対象に行った調査によれば、中学生は100人に約2人、高校生では100人中6人近くが現役で無煙タバコを服用していた。無煙タバコを扱う販売会社では、健康リスク軽減商品として、一般のタバコの代わりに無煙タバコを推奨している。王立内海協会による2002年の報告書によれば、 ニコチンを使用する方法として燃焼しないタバコは一般の喫煙と比較して10から1000分の1程度の危険性しかないとしている2017年に世界保健機関は無煙タバコの使用は世界のタバコ問題全体の中で重要な位置を占めていると述べどのような無煙タバコであってもリスク軽減戦略の一環として使用を推奨することの妥当性はないとしている 1986年に、軍医総監の諮問委員会は、安全な代用品ではないと結論付けており、ガンや多くの非ガン性高校疾患を引き起こす可能性があり、ニコチン中毒や依存症を引き起こす可能性があるとしている。実際の傾向としては、無塩タバコはむしろ紙巻きタバコを吸い始める導入となっている側面があり、特に若者でその傾向が顕著である。 未成年、若年層における無塩煙タバコの使用開始の減少は国民の健康増進に特に関連性が見られる。無塩煙タバコの安全性は従来のタバコの死亡リスクの約1%とされる電子タバコと同程度だと推定されている。しかし南アジアで用いられている明らかに有害性の高いものからスウェーデンのスヌースのように有害性が低いものもあり一口に 無煙タバコといっても、携帯も健康被害も、世界的に大きな差異が見られる。2006年に、アメリカ国立衛生研究所が招集した、専門家パネルは、無煙タバコ製品のニコチン中毒を含むリスクの、範囲は、製品ごとに、ニコチン、発癌物質、その他の毒素のレベルが異なるため、広範囲に異なる、可能性があると述べている。また、2015年に、 アメリカガン協会は種類を問わず無塩タバコの使用は大きな健康リスクがある。タバコを吸うよりも致死率は低いが、致死率が低いということは安全とはほど遠いと指摘している。また2010年にアメリカ国立ガン研究所はすべてのタバコ製品は有害であり、ガンの原因となるため、 これらすべての製品の不使用が強く推奨されるべきであるという声明を出している。無煙タバコは、歯科疾患、口腔癌、食道癌、水臓癌、心血管疾患、喘息、女性の生殖器系の期刑など、多くの悪影響と関連している。また、致命的な冠動脈疾患や脳卒中のリスクとの相関性も認められている。ヨーロッパでは確認できないが、 アジアでは致命的な拒絶精神疾患のリスクを大きく高めているようである。世界的に多くの死亡原因としても挙げられ、そのうちのかなりの割合は東南アジアに起因である。すべてのタバコ製品には有害物質が含まれており、無塩タバコもまた発ガン性物質が含まれている。無塩タバコに含まれる発ガン性化合物は製品の種類や製法に依存し、 大きく異なる。2017年に発表されたレビューでは、主要な無塩タバコ製品全体で、主に3つの化合物グループ、28の、発岩性物質が厳密に特定されている。それは、不揮発性のアルカロイド由来のズナ、N、ニトロソアミノ酸、揮発性の N、ニトロソアミンであり、これらの中で研究者たちは、無塩タバコに最も多く含まれ、 最も発言性が高いのはズナであると考えているとある。無煙タバコを使用した結果として、大気中に含まれるニコチンの量は、インビトロでの研究によると、細胞毒性を引き起こす量である可能性がある。死産、早産、停滞十字出産などの生殖への悪影響との相関関係がある。妊娠中に無煙タバコを使用すると、早産や、 死産のリスクが高まり、製品に含まれるニコチンは、胎児の脳の発達に影響を及ぼす可能性がある。ありがとうございます。